総理一人の童貞の必要なトロが描かれたブログご存知ですか卒業のびた生死死ぬ総理はこのブログについてどのようにお考えですかお聞かせください内閣総理大臣安倍晋三君あのこのどど童貞というのはですね一般的にはつまりですよろしいですかよろしいですか 静かな環境で議論をしましょうよ。委員長注意してくださいよ。で、この童貞ということでございますが、これ、一般的にはですよ、一般的にはこう、性結婚をしたことのない未成年、これ未成年に限って指すものであるというふうに、私はこれ、認識いたしておりますが、ただ、これは、ただですよ、これ辞書によっては、これ辞書によっては、成人まで、成年まで範囲を広げたという、 解説をしているものもございますので、これ私がどちらが今、現時点で正しいかということを判断する材料は今持ち合わせておりませんので、これについて内閣総理大臣として申し上げるということは控えたいというふうに思います。